シクストーンズ新曲 MV7000 万回再生突破。キンプリをしのぐ魅力の秘密。ジャニーズ界の新生、シクストーンズが放つ新曲、こっから。その YouTube での再生回数がついに7000万回を超え、これから1億回再生も目前に迫っています。今回は、なぜ彼らの楽曲が、キングピンス、通称キンプリ。 と一線を画し、圧倒的な人気を誇っているのか、その秘密に迫ります。この楽曲は、メンバーの森本慎太郎と金プリの橋山が主演したドラマ、だが、情熱はある、の主題歌としても話題に。ドラマ自体は視聴率こそ伸び悩みましたが、その主題歌は瞬く間に脚光を浴びました。こっからの発売初週の売り上げは50万枚を超える大ヒット。しかし、 その成功以上に注目すべきは、公式 YouTube チャンネルでのミュージックビデオ MV の再生回数です。業界関係者によれば、こっからの MV は発売直前の5月に公開されましたが、わずか3ヶ月で7000万回以上の再生回数を記録しており、1億回再生も現実味を帯びてきた、とのこと。 ジャニーズ界ではキンプリの月読みが1億回再生を達成しましたが、それを大きく上回る勢いと速さでの到達が期待されています。しかし、ここで注目すべきは、キンプリとシクストーンズへの数字の背後に潜むストーリーです。キンプリの場合、メンバーの脱退が影響している側面がありました。 それに対して、シクストーンズはその団結力と安定感ある音楽性で継続的な人気を獲得しています。さらに、他のジャニーズグループと比べてもシクストーンズへの到達スピードは驚くべきものです。例えば、スノーマンのデビューシングル、D、D は9000万回再生に満たない数字を記録しています。が、その公開から3年半以上の時間を要しています。 こうした数字を踏まえると、シクストーンズの到達スピードの速さが際立つことでしょう。それでは、なぜ、こっから、は、これほどまでに高い再生回数を獲得しているのでしょうか。音楽関係者によると、メンバー個々の露出が増えてきたことや、グループ自体が一貫して洗練された音楽を追求してきたことが大きな要因です。 さらに、彼らのパフォーマンスのクオリティも向上し、コアなファンだけでなく、幅広いライトな層にも魅力を発信しているとのこと。今後の展望も明るい兆しを見せています。8月末には新たなシングル、クリークのリリースが控えており、ますます勢いが増していくことが予想されています。 音楽だけでなく、そのパフォーマンスや個々の魅力も含めて、シクストーンズの躍進が続くことは間違いありません。今や、ジャニーズ界の新たな旋風を巻き起こすシクストーンズ。その魅力の源に迫りながら、彼らの今後の動向にも大いなる期待が寄せられています。今後も彼らの活躍から目が離せません。関東地区視聴率調査、ビデオリサーチ調べ。